地方創生特区が全国の地方創生をリードするモデルとなることを期待したいと思います。今回指定されたのは秋田県仙北市、仙台市、愛知県の3カ所です。仙北市ではおよそ6万ヘクタールの国有林を民間に貸し付け、無人飛行機を活用したサービスの実用化に向けた実験を行います。また仙台市では会社や NPO 法人の開業手続きを簡単に早くできるようにするほか、愛知県では企業による学校の経営や農業への参入を進めやすくします。先端技術などの新しい産業や雇用を作り出すことで地域の活性化につなげる狙いがあります。